こんにちは、土の子です。今日は12月2日、バチェラレセンターは更新日です。こんにちは。2017年まであと少し、その前にクリスマスっすよね。ってことで今週の新バッジはこれ、クリスマスのポケモンたち。あら、デリバードとイーブイ、デリバードピカチュウだね。おもちゃ工場からプレゼントを運ぶお手伝いをしてるらしいっすよ。おもちゃも可愛いっす。カビゴにデデンネにポニータ、あー、いいね。サンムーンが初登場の3匹も、モクロ、ニャビ、アシマリ。モクロ、自分はモクロを選んだっす。草飛行タイプのポケモンっすね。ちょっと鼻から出てんのかと思っちゃった。くちばしで加えてんだね。12月は他にもクリスマスのバッジが再入荷していくんで、お楽しみにっす。じゃあ今週も金土日無料プレイプレゼント、来週も超クリスマスのバッジが入荷、そして再来週は2周年イベントっすよ。またあれかな、半額になるかな。さあ見ていきましょう。これ御三家系ですね。うわー、ロコンかわいいな。ルカリオちょっと扱いひどすぎね。ちょっと顔おかしくね。そしてデデンネ、デリバードピカチュウ、デデンネ。不安定ポニータ、あ、こういうデデンネ、デデンネ多いね。デリバードフライゴン、あら、トロピウス、キノガッサ、ロズレイド、ちょっとあとうろ覚えだな。あ、レジアイスとか鬼氷とか氷ポケモンのドットですね。雪わらしとか玉ざらし、雪わらし、雪目の子は、そしてグラードン、ネンドール、グラードンにネンドールとかポアルンとかですね、これね。ポアルンとかマケンガニとかかな。水ゴロ、ドット海王がいいな、ちょっと欲しい。あ、ミロカロスとかルンパッパ、ヒンバスとかですね。ドジョッチ、計9台ですね。さあ行きましょうか。どれから行こうかな。さあ今日は御三家のクリスマスバージョン行ってみようか。そうだな、まずどうやったらいいかな。今までの経験上、奥からやった方がいいと思うんで、モクロを押してみるか。どうだ、これで押す。くロコンも落ちなかった。くそー、ロコンが邪魔してたってことだよね。もう一回行って、あーあー、これやっちまったな。モクロ狙わない方が良かったな。はい、まずはロコンゲット。ちょっと失敗しちゃったね。おしゃれプレイは練習台の後で。どこ狙ったらいいだろう。今日の練習キャッチャーは、イラスト交換日記で使えるバチはだんだん増えていくらしいっすよ。で、練習スタート。ニッキーさんか。さあまずは右をきれいにしていきましょうね。落としてしっかり掴んでいく。うん、そして猫くん、これ一手でいけたって言ってたな、そういえば。いけ、よし、まあ、練習台はちょっとね、揺らしとか使えないから無理ですけど。おいよ、パンダくんを刺して、あー、入らない、入らなかった。これもちょっとなんか掴みづらいね。いけ、あー、動かない、動くか、動いた。動かないと思いきや動いた。よしよし、2周目いければ結構初手にね3枚はゲットできるから。はい、トントンと。はい、ゲット9枚ですね。こう当たりお願いしますよ。でい、あ、1プレイ無料。さあどうしようかな。さあどうしよう。右側からやるのが正解だったか。ちょっとカビゴン刺していこう。うわー、これ結構きつくない？おい、マジかよ。ちょっと待て待て、
これむずいぞ。あれで崩れなかったってことは、モクロをどうやったらいいんだ。おしゃれプレイいっちゃうよ。やべえ、めっちゃ難しい台だったこれ。さあこれどうしようかな。崩しながらカビゴン掴んでいきます。左をまずちょっと崩したい。これでちょっと反動つけながらカビゴンを掴んでいく。マジかよ、かっちり挟まってる。あっちどうしたらいい。やべえ、ミスれないのに。あーよしよし、これでちょっと怖すぎるので、ニャビーとか掴んだ方がいいような気がするんだけど、もう右から行きますね。ちょっと失敗できない。おい頼むぜマジで。頼むぜ、失敗しないでくれ。頼む、モクロ頼む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 。あー危ねえ危ねえ、ドキドキする絶対失敗したくねえ。よし行くぞ。ちょっとつかみどころがないけど、頼む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 、お願い、滑んないで滑んないで。よしよしよし、あぶねえよかった。いやーめっちゃ手数かかりましたね。計8手かかりました。ふうドキドキした最後。はい、なんとか御三家クリスマスバージョンゲットすることできました。ちょっとこの最初はね、右から崩していかなきゃダメだね。ロコンを掴んで右崩してグイグイして左のね御三家たちを崩すみたいなやり方じゃないと、最初からモクロは絶対ダメでしたね。多分ね5手ぐらいでいけるんじゃないかな、ちゃんとやれば。さあ、お得意さんバッジは1ゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。お尻を出した子ナンバーワン、懐かしいね。昔のアニメのエンディングっすね。結構トラウマ回も多いとか昔話だね。今昔話はもうなくなってるのかな。みんな可愛いな、でもこんなバッジあったんだね。ちょっともう忘れちゃった。マイメロディーとか可愛いぞ。左のパンダくんの喜びようがちょっとおっさんっぽいっすね。はい、今日はここら辺で終わると思います。今日はね、練習台で、ニッキーさんの交換人気の台来て、まあそこそこ2周目いけて取れたんじゃないかな。で、本番台の方はね、今日はクリスマスバッジがもう結構早めだね。もうそんな時期って感じだけど、ポケセンで売られてそうなクリスマスのポケモン系バッジが、登場しましたね。今日は御三家のクリスマスバージョンの台取ってみたんですけど、あ難しかったな。ということで、また明日もね楽しくバッジ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。